はいどうも、フルート有田です。今回は右手小指を使ったこちらのキーを使うときに役立つ裏技っていうのをお話していきたいと思います。どうぞ最後に見ていってね。さあ今回はこちらね、食部間のここ右手の小指を使った運指が楽になる方法っていうのをお話していきたいんですけれども、皆さんこのね、右手小指を使ったこの運指っていうの結構難しいし、なんか動きづらいですよね。なんかここにローラーがあるから、この地数、勢、波っていうのはまあ比較的動きやすいんですけれども、ここからここに行く時とか結構段差ができたりとかしますよね。ここからこっちに行くのもちょっと難しかったりするんですけれども、これを結構簡単にする方法っていうのがあるんですよ。まあ、中にはね、楽器の中にここのチスとこのここのね指の間にローラーがあって、もう私ここ全部ローラーがついてるから超簡単だよっていう方もいらっしゃるんですけれども、まあなかなかそういう方はね少数派だと思いますので、今回はそれを解消する方法、裏技っていうのをお話したいと思います。さあその裏技なんですけれども、何のことはございません。こちらがね、移動しづらいっていうのはどういうことかっていうと、まあ滑りづらいってことなんですよ。じゃあそれを滑りやすくするためにはどうしたらいいか、何があると思います？そう、その答えはこの鼻の油を使うと回りやすくなるんです。どういうことかというと、こちら皆さん今ね、右手小指で鼻の頭をこうやって擦ってみてください。そうするとどうなりますか？鼻の油っていうのがこの小指につきますよね。そうすることによって、こうやって小指を使うこの運指の時に鼻の油が潤滑油になって、とてもこの運指が回りやすくなるんです。そんなのでいいの？ここの鼻の油ここの楽器につけるなんてちょっと汚いんじゃないっていうふうに思うかもしれませんが、大丈夫です。それで楽器が壊れるとか音が鳴らなくなるっていうことはありませんので、曲によってはこのめちゃくちゃ右手小指をね頻繁に使う曲っていうのはあると思うんですけれども、そのシーンがやってくるってなった時は、この鼻の頭の油、あるいはねこのおでこでもいいです。なんか自分のね顔、まあ、顔っていうのが一番吹いててなんか一番近くにありますので、その顔の油がありそうなところをこうやってね右手小指でちょっとこすって油分を足して、それで吹く時にここをね滑らかに滑るようにすると、この小指の難しい運指っていうのを比較的滑らかに演奏することができるようになりますので、ぜひこの裏技使ってみてください。さあ今回は右手小指のこちらの運指を早く滑らかにする裏技についてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。言われてみるとね、あ、確かにここの油を使えばここ滑らかになるなっていう単純なことだったんですけれども、意外とこれねプロの方でも使ってたりしますので、ぜひこちら活用して右手小指の難しい運指が出てきた時はこうやってパッパッてね、演奏中はねバレないようにねちょっとこっそりやってほしいんですけれども、ぜひ活用してみてください。今回の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね。